毎度おなじみ、ドゥニュース、略してドゥニュー、スクービードゥボーカル、小山修です。ギターの松木大二郎です。ベースの長井家長です。ドラムのモビーです。ボリューム8ということで、はい、8回目ですね、はい。もう6月ということで、はい、俺たちの10月4日、日比谷野音、結成20周年の記念ワンマンライブ、そんなもダンスホール野音。あと何もう7、8、9、10、4ヶ月ですよ。そうですね。4ヶ月迫ってる。今現在、はい、ホームページでは、最終先行販売チケットね、行われてるということで、そうです。これは何日までなんですか？6月の18日、うん、23時59分まで受け付けております。この先行でしか手に入れることができないチケットがあると聞いてるんですけど、これは、プラスベイビーチケット、うん、そしてプラスチャイルドチケットですね、うんうん、プラスベイビーは、未就学児の、うん、幼児を連れていらっしゃるお母さんのことね、うんうん、が、まあ、あの要はテントありのエリアで自由席ですね、専用エリアがある。そうそうそう、だからお子さんは、うんうん、と一緒にこう、なんかまあこうね、お子さんもいろいろ興味あるでしょうから、いろいろこう、ね、うろうろしちゃうんですよね、できるよね、はい、エリア、エリア。そしてプラスチャイルドは、うん、一緒にですね、お父さんお母さんと小学生のですね、うんうんうん、お子さんが並んで買えるような、チケットを用意しまして、連番で、ね、連番です、見れるように、はい、しかも、もちろん小学生料金なので半額でございます。なるほど。こちら、オフィシャル最終ホームページ先行のみの受付です、うん、なるほど。だから一般販売されたらもうこのチケットは売れられないってことですね。はい、なので、はい、この最終選考でぜひとも、うん、申し込んでもらいたいお父さんお母さん、はい、お願いします。よろしくお願いします、うん、そして、はい、まあ野音までね、うん、私もライブはとにかく全国各地のプラスワンも集めるために、野音への道を作っていくためにライブを行うんですけれども、はい、新たに決まったライブがあるということで、はい、これは どんなライブなんでしょう、モミ君。野音への道、うん、東高円寺凱旋編でございます。8月4日火曜日、うんうん、ダンスホールヤオンの2ヶ月前ですね。おわ、2ヶ月前だ、はい、こちら東高円寺 UFO クラブにて開催いたします。おわ、はい、東高円寺 UFO クラブといえば、はい、俺たち新宿ジャムがね、うん、まあ、一番最初にライブやった、まあ、ある意味スタート地点のライブハウスではあるんだけども、うんうん、並んで東高円寺 UFO クラブも、はい、あの95年、96年、97年ぐらいまで、そうですね、お世話になって、どうですかリーダー、 UFO クラブといえば。UFO クラブ本当に2月に1回はぐらいはやってた気がしますよね、うん、やってたね、やってたね。もう本当に我々のもう血となり肉となり、うん、もうほとんど下半身は本当に UFO クラブでできてるようなそうなんですね。そうか、そうなんですね、うん、俺の下半身が UFO、 UFO UFO でできてる俺の下半身が UFO みたいな、もうよくわかんない、未確認飛行機だけ、うん、それだけステージに上がった。そうだね、ほんとやってたよ。そうですね、よくやったステージ、UFO クラブですね。うん、しかもさ、 UFO クラブもさ、多分俺らと同じぐらいだと思うんだよね。そう、96年です ね、うん、ね、だからさ、はい、その歴史をこうずっと同じだけ頑張ってきた、そうですね、俺たちと UFO クラブですから、うん、これはね本当に非常にレアなライブになると思いますので、はい、ベスト版もね、そうです、もうこの日のためにいろいろこう入れてたんじゃないかというぐらいの、うん、あのベスト版のレアトラックとかもね、はいはい、皆さん聞き込んでもらって、はい、この東高円寺凱旋編、うん、この日だけのスペシャルなライブぜひともお楽しみください。そして、はい、なんとさらにですね、さらにあるということで、はい、急遽、うん、これもうリーダーの立ってのご要望ですね、ご要望でね、おアコースティックライブやりたいねって話をして、うんうんうん、入れました、入れました、はい、そうですか、スクービーで初のそうです、初の出ないみたいな、どうぞみたいな、出ますよね、出るんですか、はい、一応後ろの方で出ますけど、モビーも出る、その、はいはい、アコースティックライブ、はい、なんと、うん、初めての街ですね、三軒茶屋、グレープフルーツムーンというアコースティックライブ中心の箱ですね、うんうん、はい、こちら野音への道アコースティック編、うん、納涼ファンカリズムを出しましてですね、いいね、はい、こちら、スペシャルライブですね、行います、うん、はい、7月27日月曜、うん、19時半スタートでございますね、うんうんうん、はい、一席が中心ですので、うん、まあ、若干立ち見の方も出るかもしれませんが、うんうん、ゆったりそうだね見ていただけるような感じで、はい、ちょっとまあ野音への道結構ライブがっつり詰まってるけども、はい、ちょっと俺たちも納涼気分で、うん、ちょっと一休みじゃないですけども、はい、あのアコースティックライブ、うん、だけどもスクービーのアコースティックライブもね、非常にあの
まあインスタライブなんかではね、はい、結構やってますけれどもね、はい、評判いいんで、うん、この機会にぜひとも皆さんお越しいただいて、はい、納涼ファンカリズムを納涼していただければと思います。こちら、6月3日の正午からチケットオフィシャルホームページ選考受付開始でございます。これもまあ少ないんだもんね、席がね。そうですね、割と争奪戦になるかもしれないですけど ね、はい、ぜひともお早めの申し込みをお願いいたします、はい、そして、うん、ライブはねもう引き続き山への道シリーズ続いてるんですけども、はい、先月行われました、はい、東京スカパラダイスオーケストラとの一戦、白熱スーツの男たち編、はい、ね、うん、これ5月19日に行われましたけども、うん、すごいライブだったね、久々にね、うん、どうだった長いって、ね、うん、もう風呂上がりみたいになってましたからみんな。そうね、ライブ終わったら、うん、あのスカパラのね、うんうん、皆さんもそうでしたけど、うんうん、こんなに汗かくかっていうぐらいね。そうだね、もうポタポタ垂れてましたからね、天井からも ね結構ね、ステージもフロアもポタポタ垂れてて、うんうん、もう長子さんとかすごかったね、終わった後ね、うんうん、もう T シャツなんだけどもなんかあの薄い半紙みたいになったね、うん、もうちょっとこう、ね、なんじゃ、ね、ちょっと見たなんもさんっていう感じになるぐらいもうベターってなって、あー終わったっつって ね本当にね、スカパラのライブにも俺たちすごい勇気をもらったし、うん、俺たちもね気合いの入ったライブができたと思います。しかもねその日その場でしかありえないような、はい、ナイスセッションも行われたということで、うんうん、これはね今後のクワトロマンスリーシリーズ、はい、ヤンウェイの道、はい、非常に期待が高まる中、うん、6月、はい、次は何日でしたっけ、17日水曜日でございます。うん、対バン相手はなんとザゼンボーイ。ザゼンボーイ、はい、これ何年ぶりですか、ザゼンとの対バンは。長野以来ですね、2009年かな、うん、の長野クラブライブハウス J にてツーマン。なるほど、以来2009年以来か、はい、あの間違ってたら修正出ますけど、ね、はい、イベントはねいくつかやってるんですけど、うんうんうん、ガチンコツーマンは2009年の長野以来ですね。6年前ぐらいってことでしょ。そうですね、言ったらね、うん、あの本当に俺たちがチャンプレコードを立ち上げる際に力を貸してくれた座禅ボーイズ向井さんですからね、うん、この日もここでしか起こらないような素晴らしい、あのいわゆる来ないとダメなやつです、来ないとダメなやつ、見逃しちゃいけないやつです。これはね、ぜひとも皆さん6月17日は水曜日、渋谷のクラブクワトロにぜひとも遊びに来て、スクービードゥザゼンボーイズ、そして君三つどもえのクワトロマンスリーシリーズやれればと思っております。無理にとは言わないんで絶対来てくれ、よろしく。というわけで各地のライブ会場でまだまだお会いしましょう。以上スクービードゥでした。